のりこ様がいなくなった途端、ひさひとさまの行動に目を疑う。秋篠宮家の困惑状態は、まこさんのせい。こんにちは。本日も、皇室の話題を取り上げてまいります。今日の話題は、ひさひとさまに起きていた異変とはと、宮内庁長官の職務とはの2つです。これらについて書かれた記事を、 別開けしながら詳しく解説していきます。それでは、一つ、目の話題から参りましょう。悠仁様に起きていた異変とは、一体どのような異変なのでしょうか詳しく探っていきたいと思います。進学問題で、かなりの注目を集めていた悠仁様ですが、先日、 筑波大学附属高校への進学が発表されました。やはり特別制度の利用で試験を受けずしての入学になったのでしょうか。こういう点でも国民の反感を買うということがなぜわからないのか不思議です。堂々と受験をして入学すればいいだけの話ですよね。それができないということはそれなりの理由が あるからという結論に誰だってたどり着きます。多くの受験生も、その親御さんたちの、心中も穏やかではないでしょう。久人様の入学が決まった時点で、一人は確実に落ちるということですもんね。学力が高いというなら、普通に試験を受けて、欲しかったと思いませんか話を戻します。 悠人様の異変は一家団らんの食事の時に起きたそうです。秋篠宮家の決まりとして料理の温度はそれぞれの好きな温度というのがあってそれに合わせて料理の温度を少しずつ変えているようですがこれも驚きですよね。料理は冷めるんですよ。ちょうどいい温度にしたってすぐにすべて食べないと冷えてしまいます。 温度い、自分で温め直したりできないのでしょうかこんなエピソードもあったようです。料理を作る担当が、台所で、料理の温め直しをしている。時、小さかったマコさんが、今日のご飯は何と笑って聞いてきたこともあり、マ、ま、コさんの後ろに、いつもついてきていたのが、いこ様だったそうです。食事の支度ができるまでの間、 秋篠宮さまはギターを弾きながら食事ができるのを待つことも。そんな穏やかな家庭の風景は2018年を迎えた頃にはすっかり見かけなくなりいつも食事の時間は暗い雰囲気になっていて、久人さまはそんな毎日の家族の暗い雰囲気を敏感に感じてしまっていたようである日の夕食時。 のりこさまが食事を残しているひさひとさまに対して成長期なんだからご飯は残さず食べないといけませんよと注意しましたひさひとさまは食欲がないけれどその時はなんとか全部食べたと言います問題はその後に起きましたなんとのりこさまが食卓からいなくなった途端 おうとしてしまったのです。その姿を見ていた当時のマコさんは、とっても、驚いて悠仁さまに、大丈夫と声をかけると少し具合が悪いだけだから大丈夫だよ、と返事をしたそうです。こんな悠仁さまの様子を目の前にしたマコさんは、自分の、せいで、 家族の関係がおかしくなってしまったことが、悠仁さまを精神的に追い込んでしまっているのかもしれない、と思い、とても苦しんでいたとも言われています。公開されている写真の悠仁さまは、正直不健康極まりない顔色ですよね。食事の温度まで管理されているのに、なぜ、あんなに病的な感じなのかと、会議文に思っていますが、 精神的な問題が大きかったのかもしれませんね。安ず大東大という母親と強引な結婚をした姉。もう一人の姉は皇室から出て行きたいと言っていたり、父親はあんな感じですし、皇室いえども家庭環境が良いとは決して言えませんね。進学先は決まったようですが、いずれ天皇になるのであれば、 高校卒業後でもいいので、学習院にて、しっかりと帝王学を学んでみてはいかがでしょうか。では、次の話題に移ります。こういった皇室に関しての話題に必ずと、言っていいほど出てくる、宮内庁長官。よく耳にしますが、一体、どんな仕事をしているのでしょうかそんな疑問を紐解いていきましょう。 内閣が天皇への助言や承認を行うと憲法にはあるのですが天皇の行いには前もって助言などが必要でその助言や承認を内閣の代わりに行うのが宮内庁長官の職務でもあります。天皇の普段の行動を取り締まったり監視したり良くないことを注意したりするのも仕事です。 天皇の監視や注意をしつつ、使えるという、相反する、仕事でもあり、重い責任がある職務なのです。一般的な会社ならば、部下が頑張って手はずを整え、上司は最終的に答えを出すという流れだと思いますが、宮内庁という場所では、皇室とつながって関わって、いる長官が、自ら動かなくては、 何も始まらないのです。ですが、現代の宮内庁では少し違っているようです。一体、何が違うのでしょうか宮内庁内には、天皇皇后、その子息の、身辺のお世話をする自従職、上皇や上皇后の火星機関である上皇職、秋篠宮家の火星機関である皇子職、という、それぞれ三色が独立していて、 かなりの縦割り社会で、宮内庁長官であっても、それぞれに対しては、意見しず、来面も正直あるようです。皆さんの記憶にも新しい、マコさんの結婚問題ですが、なぜ、宮内庁長官が、もっと早くに、間に入り、関与すべきだったとの声が多く上がりましたが、結婚問題に関しては、マコさんと、 小室さん主導で全て進めていたため、秋篠宮家の講師職ですら対応できなかったので、長官はもっと関与できない状態だったというのが実情だったようです。現区内庁長官の西村さんには、こういった縦割り状態を解消させて、昔の長官のように皇族に対して臆せず、 アキラ教に応じて素早く対応できる能力が求められています。直近の問題としては今後皇室の動きをどうやって情報発信するのかマスコミに対する対処の仕方などが問われています。それに加えて感染症で行えずにいる天皇皇后両陛下の地方への訪問もいつから始めていくのかという 部分に課題が残っています。このように、宮内庁長官にはたくさんの、やらねばならないことがあります。皇族たちと話をし、注意したり、助言したりということをしっかりと行いつつ、皇族それぞれの性質を大事に、表現し効果的に見せる役目なので、今後はそういったところの、立ち回りが求められてくるでしょう。なるほど。 国内庁長官へども強く言えない状態だったのですね。でもそんなことでは、長官という役職の意味がありませんよね。皇室全員がまともな考えをできる人たち。ならいいのですが、最近の様子を見ていると、お世辞にもまともな考えで行動しているとは、思えない人がいるので、そういう事例が発生したとき、自分がって、 自由し放題を早めに抑止してもらいたいものです。機内庁長官にはすべきことをしてほしいと思う方は本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。 ありがとうございました。